さとみ。ちょっとさ、俺の夢をみんなにちょっと伝えたいんだ。いいよ。あそこに行きたいんだ。あれでしょ。もう一個の無人島でしょ。なんかさ、無人島って言ってもやっぱその厳しい環境下の無人島じゃん、ここって。確かにな。あ、じゃあここというかその、で、さらにもうほぼいる意味がない無人島ってあるじゃん。でも、景色的に俺今見てて、あそこでも絶対なんかあるな。男はキャプテンクックだったらあそこに絶対隠してる。あの宝あるな。あそこ絶対宝あるんだよ。インディージョーンズだな。インディージョーンズの宝はあそこに眠ってんだよ。ワンピース、ワンピース。だから疲れるね。やべえ。ちょっと波めっちゃ来ちゃったな。どんどんこっち流されてきてて、しかもクラゲいた。マジか。すげえ。プライベートビーチだここ。マジでかっけえ、マジでかっけえわ、この感じ。なんでここすごいよね。うん。で、あの白い波が出てるのはマジで人気なんだよね。あー、そうだ。これさ、でもいつかなくなっちゃうからもね。まあね、決断に行くわけだからね。すげえ。意外とこんなちっちゃい無人島初めてだね。うん。Thank you.
オッケー。え、すげーよ。本当にすごい。神秘的。何お前。野生のパンだって。すげえ。すごいな。マジですごい。これはすげえ。あっち側もうちょい行ってみる。お。ヤウダーヤウダー。ヘビめちゃくちゃ持ってくるのあるから。いや、まあ、分かんない。これここ掘ったらめちゃくちゃ宝出てくるのが見えるから逆にや。ああ、いや、俺がだって海賊だったらこの島にだって隠すもん。え、大丈夫かな。あれ怖。いや、すげえ。でもめっちゃこれは夢だよ。これすごい。こういうことですね。いいじゃん。これ家だわ俺の。お前そこシェルターにしろよ。ただずっと怖い。いや怖いよね。ヘビが生きてるって分かってない。上の緑のところにちょっと登りたいよな本当は。おいおい。え？あ！なんだあれ。すげえ、これが重なった時みたいなやつか。ここ何？ここ何？ちょっとあの質感のなんか砂の波何？これ何？え？何？ちょっと待って。これのちょっと質感って確かに。テトラポットみたいになってない？え、石だよこれ。すげえ。ちょっと待って、この絵やばくない？すげえよ。ソミここで LINE のアイコン作れば。あ、俺の LINE のアイコンここだわ。やだな。そのコンビマジでやだな。すげえわ。めちゃくちゃ逆光っていうね。え、ここはもう本当にすごいな。富士山みたいになってる。富士山みたいに逆に。あ、ここなんか普通にビーチっぽいな。ビーチ部だ。ビーチ部。あっちかなんだ。戦艦誰がわかんねえ。え、なんかさ、あ、違うか。あ、なんか走ってた。カニじゃね。カニか。マジで。気になるな。それこそ人がね、漂流しててもおかしくないよね、本当に。ねえ。なんだあれ。雲は雲。あ、そういう。ね。ヤドカリもいるし。だからいつかここに来た人はさ、足跡があるって言うんだろうね。ああ、なるほど。逆に。